脳尾地震発生当時のネオダニ断層断層崖とは、断層運動によって生じた断層地形の中の一つで、断層運動で直接形成される球外を指す。断層崖は、高さ、延長、配列、断層崖の制約、断層の活動時期などによって分類することが可能で、断層地形の中でも基本的な地形として扱われている。この 断層崖と名付けた人物は、ラッセル IC であり、彼は、南東オレゴン州における、クレートベースン北西部の地形を論じたことで、有名である。断層崖には、正断層によって生じた、正断層崖と逆断層によって生じた、逆断層崖がある。では、具体的な例を挙げてみる。まず、正断層崖の例は、ロッキー山脈の西部、 グレートベースンとの境付近に横たわる和沙チ山脈に見られ、他にも中国の山西省にある中城断層崖、印山南緑の大青山断層崖もこれにあたる。一方、逆断層崖の例は、日本の赤石、木曽領山脈の東側の断層崖や関東山地、南緑を流れる桂川の左岸にそびえる扇、山断層崖がある。しかし実際は、 この上の例のように、正断層崖と逆断層崖とを識別するのは困難だとされている。断層崖には、単一の断層線に沿って作られる単正断層崖の他に、同方向の断層が数本も平行に発達して作られ、階段のように見えることから、階段断層崖と呼ばれる断層崖が,がある。この階段断層崖には、 断層崖の間に断層階と呼ばれるベンチ上の地形が見られることが多い。具体的な例は、甲府盆地の西側や六甲山地の南緑が挙げられる。また断層線は上で述べたように単一で存在する場合もあるが、複数が並列している場合もある。複数で並列している場合には、断層線は対極的な伸びの方向に対してわずかに遮光する傾向がある。 このような断層のことを、祖語断層、または眼光断層と言い,い、それによって作られる断層崖を、祖語断層崖、または眼光断層崖という。断層崖を暗示する地形的特徴として、以下のようなことが一般的に考えられている。断層崖の断面部分を見ると、断局面の向きや傾きの度合い、変異量、 さらに断層によって切られている場所の構成層によって様々に異なる。断層崖の断面部分は地震によって見ることができる場合があり、地震が起きてから時間の変化に伴って崖の形態は変化していく。新たに生じた断層崖は今後の地形変化の出発点にもなる可能性があるため断層崖の断面部分の変化についての研究例は多く存在する。 その内訳を見ると、一般的に、聖断層として生じた断層崖の断面形の変化についての研究例は多く存在し、例えば、ウォレス、RE は、モンタナ州のヒーブ・ジェン・レイク地震によって、網蓮堆積物上に生じた断層崖の変化の記録を残している。また、フェロースコットは、ニュージーランド北東のエッジカム地震で生じた断層崖の断面を実測し、 記録を残している。この二つの研究報告から分かっていることは、ある一定の時間が経過しても、断層崖の断面には顕著な変化がほとんど見られなかったということである。一方で逆断層での崖の変化についての研究を探すとほとんどなく、そのわずかな研究報告の中に、野島自身によって見られた断層崖の変化に関する報告がある。これは、 オーバーハングした断面型を持つ逆断層での崖の変化を記録した初めての研究として知られている。この研究から逆断層である野島地震断層によって形成された断層崖は正断層の断層,の断層崖の断面よりも急速に変化、交代したということがわかった。しかしながらすべての逆断層がこのように急速に変化、交代するかどうかは まだ研究事例が少ないためにはっきりとは分かっていない。ありがとうございます。